灰色の狼はトルコの極右武装組織、極右政党民族主義者行動党の青年組織として発足した。1970年代にトルコの左右の政治対立が激化すると民族主義者行動党はまず大学で小さなセクトを作りやがって農村の若者たちを巻き込んでいった。彼らはキャンプで軍事訓練を受け強化され、汗からインスパイアされた。 組織名とシンボルマークを用いた。1977年から本格的な行動に、物理軍部の黙認を受けて、左翼的な知識人、学生に対する脅迫、テロ活動を盛んに行う。また、宗教的少数派であるアレビーハも彼らの標的となり、1978年には、灰色の狼メンバーが、トルコ島南部のカフラマンマラシュで100名以上の、 宗教的少数派であるアレビーパシントを虐殺し、13県に戒厳令が発令されるカフラマンマラ主事件が発生した。左翼も反撃しトルコは内乱状態になったがこの状況を打開するため、軍部は1980年9月12日に軍事クーデターを観光し、全政党の活動を禁止した。民族主義者行動党も非合法化され、軍部から 過去のテロ活動を危険視されたトゥルケシラ党幹部も投獄された。灰色の狼メンバーも過去のテロ行為の疑いで数百名が逮捕された。しかしメンバーはすぐに釈放され一部は行いを改め国会議員になった者もいるが職がなかったメンバーは政府に雇われてアルメニア人やクルド人指導者を暗殺した。また警察との結びつきから トルコマフィアの手下となって借金の取り立て、脅し、鎮圧、麻薬取引などに従事し、時にはマフィアの一族に代わって権力を握ることもある。ありがとうございます。